野菜室はトマト、これもコストコで買ったしめじ、キャベツ、コストコで買った人参、芋、玉ねぎ、長期保存するためにラップで、あ、違う、キッチンペーパーでくるんでる人参です。でね、立ててね、保存してます。で、上の段はね、ほんとエリンギしかなくて、こんな風に、ニンニクをこうやって、紅茶の空き缶に入れて、保存してたり。で、上の冷蔵庫、あんまり、あれだね、まあ、卵だよね。これ卵入れるところ。予備の卵。ここはね、作って冷やしてるもの。きんぴらの残りと、なんだっけな。そうそう、ひき肉。今日お昼食べちゃう。ひき肉の炒め物の残りと、あとこれは、ブロッコリーとベーコンのニンニク炒め残ってる。あと、餃子2個。なんだろう、ここはなんかちょこっと多めに作っといて、昼ご飯とかに食べたりするゾーン。こっちはどうだったの？こっちは本当にウインナーとかバターとかチーズとか入れてるだけだし、ここはね、味噌コーナー。まあ、豆腐とか発酵食品入れるコーナー。で、海苔はね、私こうやってジップロップに入れて、ここに立てて保存してる。ここは緊急用の、まあ、ラーメンとか、魚肉ソーセージ入ってるか。そしてここが何だったかな。あ、ここ小麦粉とか粉系のもの。そして、あ、漬けたイクラがちょっと残ってますね。明日で食べきろう。あとはね、この一番上は、なんかこう、乾物とか。で、こっちは何も入ってない。あ、こっちも、粉物かな？たこ焼きの粉とか。まあ、こんなふう、あ、これ冷やご飯。こんな風に、なんだろう。場所で、入れて覚えるようにしてます。なので、引き出しにしちゃって、どこに何があるかってあんまりちょっと見えてないので、こんな風になんかこう入れる場所を決めてます。発酵食品とか粉物とか卵とかっていうのは自分で何をどこに入れるか完全暗記して保管するために、こうやって引き出しにして管理してます。はい、こっちは本当調味料とか、コストコで買った長ネギを冷凍保存してます。これ、きんぴらごぼうで作って冷凍してます。これは、鮭を焼いて、鮭をほぐして、鮭フレークにしてある感じかな。そして、これが、なんだろう。あ、エリンギ。エリンギを、これもコストコで買ったエリンギを、カットして冷凍しています。これは冷凍ご飯。そしてこれが冷凍の鮭。姉の旦那様からいただいた釣った鮭を3匹もらったので、自分で切り身にしたものを冷凍してます。あとは鶏肉をもうカットしちゃって冷凍して、これは切り落としのお肉、細切れを冷凍してます。うん、あとはね、業務用スーパーのうどんと、これなんだ、
なんだっけ、あ、しめじ冷凍、これなんだっけ、あ、白菜をカットして冷凍してるのと、これあさり、そしてこれが、あ、ほうれん草の冷凍と、これがブロッコリー冷凍、そしてこれがアスパラの冷凍で、ここ氷の予備です。上の段もあったね。上の冷凍庫の上の段は、これは長ネギの青い部分を細かく切って冷凍したもの、なんかキッチンペーパー入れて湿気を少しマシにしようと。でこれはコストコで買ったトマトを冷凍してすぐ使えるようにポキポキって細かく切っとけば、ポキポキって折って炒め物に使う。あとはね、あ、ちょっと待って、 奥からです。あ、こっちも長ネギの青い部分、魚の煮付けに入れたりとか、まあ刻んでチャーハンに入れてもいいし、卵焼きにも入れてもいい。あ、ここなんか氷があるこれで、これが長ネギを斜め切りにして冷凍してます。これ鍋とかにポンって入れちゃったり、うどんとかに。これで、ちなみに今日は冷凍してあった煮物、鶏とか根菜類の煮物を解凍するのと、あとはそう、冷凍していた鮭の切り身を解凍して、鮭のホイル焼き、エリンギとか、あと麹で鮭のホイル焼きを作ります。煮物と鮭のホイル焼きとお味噌汁と、ちょっときんぴらごぼうの残りでご飯かな。こんな感じで私はいつも食事を自分で決めて作ってます。